はい、伊東市のぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院、平原です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、緊急の時の、手当法についてお知らせします。私ですね、実は、国際的に有名な、こういう、エマージェンシーファーストレスポンスっていう団体の、救急医療の、手当の、インストラクターでもの資格を持っています。時々ですね、こういう人形、リトルアンっていうのを使いながら、心臓マッサージの方法だとか、人工呼吸の方法だとか、また怪我や病気のに対しての、手当の方法だとかを、皆さんに、お教えしています。ご興味のある方は、ご連絡いただければ、もう少し、詳しくお知らせします。で、どんな人でも、突然に、救急医療の現場に立ち会うことが可能性があります。例えば交通事故だとか、何かご親族、お知り合いが病気になって倒れてしまったとき、怪我して、大怪我して倒れてしまったとき、なんかあると思いますけれども、一番重要なのは、まず、その現場を評価することです。二次災害に絶対遭わないように、まず、一度止まってよく考えてから、行動する、これがとても大事です。で、その次に、自分が救急医療の、手当ができないようでしたら、できる人を必ず呼ぶ、一番いいのは119番ですよね。まずは呼ぶ、または、119番も読みながら、近くにいる人に、どなたか、できませんかっていうのを声をかける、恥ずかしがらずに、積極的に声をかけてあげてください。できればですね、自分自身が、そういう救急手当の、ちょっとね、講習を受けておくと、とてもいいと思います。お近くの、消防署とかでも、毎月やってるようですし、また、私の方にもね、ご相談いただければ、常時開催、可能ですので、言ってください。どんな場合でもね、自分だけではなくてね、知り合いの、または、偶然に、ね、出会った人たちの健康を守ってあげるのも、役目だと思っております。今日の一言ですけれども、一番忙しい人間が一番たくさんの時間を持つ、これはアレキサンド・ビネの、言葉ですけれども、これを胸に明日も頑張ってください。よろしくお願いします。